さあ今日も元気にスイカゲームをやっていきたいと思いますが、今日の飲み物はね、寒いんでホットコーヒーですね。ホットコーヒーを豆のね、市販されている豆のやつを買ってきて、家でね豆をひいて90度のお湯ですね。コーヒーってやっぱり意外と温度が大事なんだなってですね、やっぱこの年になってきました。今まで何を飲んでたんだろう。でやっぱりね、近くにねコーヒー屋さん、豆屋さんが意外と多いチームですね。こんなにもコーヒー豆売ってるんだっていうのね最近気づいたんですよ。そこで焙煎してねくれてるコーヒーはね全然美味しいよ。焙煎したてのほかほかのね豆をね入れるとね全然味が違うんだよね。めちゃくちゃうまい。あ、今まで飲んでたものは何だったんだって思うぐらい美味しかった。でもやっぱりどん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 ね、日が経つにつれて味が落ちていく、酸化していくからね、それがすごい悲しかったよね。何でもね人間も酸化するんでね、何でも参加していくんですよ。というわけでね、コーヒーを飲んでるわけですけどね、新年に入ってからまだそのコーヒー屋には行ってないのでね、ちょっと時間ができたらね、コーヒーをね焙煎してもらおうと思います。やっぱ豆で全然ね味が違うっていうのはこういうコーヒーとかにハマる人のあの理由がわかるよね。確かに味が全然違うよね。なんでこんなに違うんだろうって思うね。コーヒーの豆のようなものですからね。コーヒー豆ゲームとか作ったら流行るんじゃない？どうだろう？エンジニアの人作ってみてはどうでしょうか。コーヒー豆ゲーム、コーヒーの豆をねひたすら落とすこっちゲーですね。アイデアなんてね組み合わせでしかないんで、すげえアイデア思いついたと思ってもね、本当にもうそんなのは使い古されてるアイデアで、あとは売り方を変えるとかね、売る場所を変えるとかね、いろんな変え方をしないといけないですね。アイデアの作り方っていう本があるんですけどね、すごい薄いんですよ。世界一多分薄いんじゃないかな、あの本。内容でもね、とてつもなく濃いんでね、ぜひね、興味ある人は読んでみてください。ジェームス・ディ・ヤングだっけ？名前はちょっと忘れましたけど、でもそんな名前だったんですよ。へーってなるからね。アイデアっていうのはね、既存のものの組み合わせでしかないんですよね。あ、すげーとかなんとか、ちょっとすげーとかになることで、基本的には何かと何かを足して何かになるっていうところだから、コウモリの糞と水を足して硝酸ができるっていうことでね、今のは完全にドクターストーンの知識だよね。漫画もそうだよね。実は全部同じようなことをやってるんだけど、アイデアは海賊の主人公なのがワンピースだ。だから冒険っていうのとキーワードが冒険で、あとは海賊でワンピース、冒険ハンターでハンターハンターだね。ドラゴンボール全部そうだよね。アイデアをどんどんあと変えていくだけで、いろんなものにあるんですけど、まあ、ストーリーとかね、もちろんある程度その作者のやるやつがあると思うんだけど、全体的なコンセプトで言えば、まあ、本当アイデアっていうのはもう基本的には組み合わせでしかないっていうね。まあ、こういうの言ったらイチゴとイチゴが合体するとブドウになるよね。ブドウとブドウが合体するとデコボになるよね。組み合わせだよね、これね。柿と柿が合体するとリンゴになる。組み合わせですわ。おい、なんでだ。おい、喋ってたらやられたんで、そのまま行きたいと思います。さあね、お話の続きですが、なんでアイデアの作り方の話になったのか忘れましたが、あ、コーヒーから始まったんだな。コーヒーの豆を落とすゲームみたいなのを作ってくれないかっていう話から、そんなアイデアは100人で100人ぐらいが考えてるんだけど、
デアっていうのは既存のものとものを掛け合わせ組み合わせるしかないってことなので、だからそんなアイデアは、かなりシンプルだった。ただそれをやる場所であったりやるタイミングであったり、いろんな方法を考えて、それがもしかしたらマーケティング的な要素が含んでいるのかもしれないし、そうやればそうやってスイーパーゲームみたいな、ね、これがローンチされたのは多分だいぶ前だったと思うんだけど、いきなり火がついたよね。いきなり火がついてみんなはやるやつ。もう一個も、もうもしかしたらこのスイーパーゲームの作者の戦略だったら、でもこのゲーム自体は落ちる、つく、増えるとか、そういう要素の組み合わせしかないので、例えばテトリスから始まったとしたら、テトリスがあって、あれは四角い、立方体とかなんですよね、四角い、大体四角いやつをつなげていくっていう、線を垂らしたら消えるようなやつだけど、プーぷーだったらそれが同じ色のやつが、つながったら消えるっていうねやつになったりとか、落ちゲーっていうのは大体そんな感じでね、いろいろ進化しているようで、実はやってることは前から何も変わってないので、まあ、一緒ですよね。このスイカゲームの新しいところっていうのは、これは重力っぽいところが新しいのかな。落ちゲーの重みっていうのを与えたところがすごい面白いね。ぬるっとする感覚っていうのがちょっと気持ちいいですね。だからただの落ちゲーじゃなくて、ぬるっとする感覚を味わわせる落ちゲーみたいなのにしたのかもしれないね、作者は。この辺は作者の人に聞いてください。電話したら多分電話取ってくれると思います。適当なこと言うのは言うわけね。さあこんなね、適当なこと言ったらどん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 もうね、負ける方向に入ってきました。さあパイナップルでもなんてリンゴを下げてくれ、下げさせてくれた、下げてくれて、なんで誰のリンゴを下げたいの。誘引っていうのはちょっと難しい言葉だね。辞書で調べてね。おお、パイナップルになった。これはまだ落ちるね。まだ動きがあるよ。しばらく待とう。これまだ動きがあるね。こっちが。ここを押しながら動かす。よし、来たか。これ不安定だね。安定、安定、不安定。失礼しました。さあこれはいい感じだぞ。こっち側が押せないかも。そうだ、押せる。そしてああならない。おお、ゲロ吐きそうだね。汚ねえな。きたきた。なんとか来たね。なんとか来てますよ。マリック先生、来てます来てます。なんとか来てますよ。私は元気ですよ。マリック先生、来てます来てます。私は元気ですよ。なんかしょうもないことを言ったらやっぱやられるよ。いいねいいねいいね。押せ押せ。そうだ押せ押せ。ナイス。行ったメロンまで行った。気合いだよ。ここまで行ったら。気合のメロン、完全気合メロン。来たよ、よし。ああ、そっちか。欲しい方がくっつかなかったけど、仕方がないよね。よいしょ。どうせ、仕方くっつけよ。よし。うまそう。今のは仕方くっつけない。さあ、ギリ耐えてます。ああ。完全にリンゴがぶっちんだな。これはきついな。当たるかな。無理かよ。おお、行った行った。さあ状況はどうですか。これもうやばいね。ギリギリ耐えてるな。どうしたいの？ここからどうしたいの？私は。これはどうしたらいいんだ？
そうなるよ。さよなら。